早稲田、マーチともにね、パワーバランスがちょっとおかしなことになってきて、去年まではね、ほぼ全員立教を受けたいだったんですけど、この枠を日本史世界史に持ってきてあげる。で、小学部一般入試、英語4技能テスト、洋画。パワーダイヤ始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、いやー、2021年、だいぶ入試変わってくんじゃねえの、ね、早稲田変わる、そしてマーチも変わる、そんな、ね、変化して、まあ、不安を抱えている人いっぱいいると思うんで、はい、ちょっとね、その辺のいろいろ調べてきましたよ。はい、じゃあ、それをちょっと披露してもらおうかと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあこれから20、あ、そうか、2021っていうんですか、これから。2021です。東京2021みたいな。はい、はい。その2021、どうなってきます？このシーズンはね、一言で言うと、乱世。乱世になります。まず何が乱世になっていくかっていうと、共通テストがどうのこうのっていうことじゃなくてね、早稲田、マーチともにね、パワーバランスがちょっとおかしなことになってきそう。そうだね。何がパワーバランス崩してくるかっていうと、まずやっぱり頂点にある早稲田成蹊のその人数っていうのが、まあ、450から300の募集になるんですね。で、ここに危機感を感じた東大とか京大の滑り止め軍団がもうちょっと早稲田下まで受けとこうかなってなられるとちょっと面倒ですよね。まあ、早稲田ぐらいにあんまり構わないでくれたら嬉しいんですけどね、まあ、ここはもう彼らの思考回路にちょっとかけるしかないんですけどね。で、あともう一個決定的なことがあって、こっちのが問題としてはでかいんですけど、立教大学がマーチをかき回します。ああ、そうですね、立教変わりますからね。立教大学は4技能試験が必須になります。そして文学部以外は学部個別入試を廃止するんですよね。で、なんかね、よく分かりにくいんだけど、全学部試験を5回やりますみたいな。でね、この全学部試験を5回やられても、どんな生徒がどのぐらいの点数受かったらその学部に受かるのかっていうのが一切見えないわけですよ、現段階で少なくとも。だからね、今もううちの生徒たち受験学年80人ぐらいもう入塾してきてるんですけど、去年まではね、ほぼ全員立教を受けたいだったんだけど、みんな立教を避けてる。はあ、なるほど。ってなってくると、立教に行きたかったやつらが、まあ、他もね、そんな感じの空気があったとすれば、まあ、立教に行きたかった層が他に逃げるじゃないですか。そう考えるとね、池袋に人がいなくなる。それ前からだけど。なんだけど、ちょっとね、パワーバランスがおかしなことになりそう。なるほど、そんな変化が起こると。起きそうな感じしますね。他はあります？で、あとはね、早稲田商学部なんかは、まあ、別の動画でも話しましたけど、一般入試の募集枠が多くなりますよということなんで、まあ、おそらく合格者の数も1割から2割ぐらい増えます。具体的には、まあ、僕は1200人ぐらいになると思ってるんですけど、今1000人ぐらいなんですけど、で、あとはね、知ってるかな、社学とか人科はね、成蹊受験ができなくなります。そうですね。でね、成蹊受験に関してなんですけど、まあ、これ一つの僕の推論なんですけど、成蹊受験をカットすることによって、早稲田一般入試組の受け皿をもうちょっと広げようという狙いだと思ってるんですよ、僕としては。まずなんで成蹊カットするかっていうと、まあ、単純に人数が少ないんですよ。皆さん、選択科目で日本史世界史政治経済の受験者のバランスってどうなってるか分かりますか？多分ある程度均等だと思ってらっしゃるかもしれないですけど、実は成蹊受験している方ってね、全体のね 5% から 8% ぐらいしかいないんですよ。なるほど。要するに切るならここだろうと。で、そこを切ることによって日本史世界史の枠を増やしてあげますよと。すると日本史や世界史で、まあ、正規の人にはかわいそうだけど、日本史や世界史選択でもうちょっと点数が低いような人も受け入れてあげられるよねっていう形になってくるから、実はこれはね、見方によっては早稲田一般入試のいわゆる早稲田志望者ですね、本当に純粋なね、君たちの枠を少しでも増やそうと思うよって。ちなみに具体的に言うと何人ぐらいかっていうと、成蹊受験者は500人から800人ぐらいなんですよ。だからそれでもそんなにいるんだ。いるんですよ。なんでこの枠を日本世界史に持ってきてあげる。で、早稲田第一志望者の子たち、もうちょっとでも受け入れてあげたいよっていう声が僕には聞こえるんですよね。なるほど。なんで、まあ、社学人科とかは結構四大専願組に優しい政策をね、取ってくれてるかなっていう感じはしますね。まあでも、早稲田はね、まあ、成蹊以外に関してはそこまでね、まあ、国境とかね、スポカはね、ある程度変わってくるんですが、でもまあ、受け入れないことは全然ないと思いますので。じゃあ、その国境、スポカについて話した動画をここに入れます。今日は何でしょう。まあ、前回は早稲田成蹊がやばいと、早稲田成蹊変わっちゃってるよ、改革しなきゃいけなくなってる。まあ、成蹊だけじゃなくて、他も変わるということですね。そうなんですよ。ちょっと今日はですね、21年度早稲田大学を受験される方のために、ちょっとまあ変化が大きい、学部っていうものを紹介していきたいと思います。一番最初に申し上げたいのは、あまり心配しすぎないでください。あんまり変わらないです。あんまり変わらないという大前提で、あんまり変わらないんだけど、結構スタイルが変わるところがあるので、そこを受ける方は気をつけてねっていうところでちょっと今回の動画を撮ってみました。まず、第一に、やっぱり一番大きく変わるのは、前に動画にもした、早稲田政治経済学部です。まだ結構、右往左往してるんで、こう最終的にどうなっていくのかっていうのは、受験される方は必ず、ホームページ等で注目しておいてください。第二に、早稲田の国際教育学部。ここもね、結構変わります。共通テストで国語と選択科目の試験がなされます。50点50点です。で、今まではね、国語も選択科目もね、一般入試でなされたと思うんですけど、21年入試からは共通テストが使われます。あとは独自試験で英語が80点分で、4技能試験が20点分課されますよっていうことなので、こちらも国際教育学部結構変化が大きいので、早稲田大学ホームページで注目しておいてください。国際教育は今がどうなってるんですかね。今はもう全部一般入試でなされてるんですよ、はい、それかで、それが国語と選択科目は共通テスト。はいはいはい。で、国語と、つまり国語と選択科目のやつがなくなるってことですね。そうそう、なくなるんです。なくなって、共通テストでテストを使いますよってことですね。はい、そうです。3つ目に、早稲田のスポーツ科学部。ここもね、最近ちょっとね、生徒から人気なんで、ちょっと言っとこうと思っていて、これまでは、一般入試で国語と英語と小論文っていう形でなされてたんですけれども、今後、こう、学力試験みたいなものは、スポ科は、共通テストのみになります。まあ、国語と英語ってことですね。で、それプラス、こう、学部独自試験では何やるのっていうと、小論文になります。で、小論文がね、今まではね、確か33点満点とかだったと思うんですけど、100点満点になります。わー、なるほど。最近ね、早稲田スポ科の小論文ね、新しいじゃんけんに変わるゲームを考えろとか、結構ね、スポーツと全然関係ないことをやりだして、かなり発想勝負な小論文の試験になっている中で、100点満点にそれがなっちゃうっていうことなんで、結構これは要注意だなというような、結構まあ問題児ですね。配点は出てるんですか、そこか、それぞれ。あ、出てます、出てます。共通テストがいわゆる100点分になります。共通テスト枠が100点分。英国で100点。そうです、そうです。英国で100点半。で、小論文が100点分ということで、採点されます。あとはもう他のスタイルになっちゃうと、共通テストプラス競技歴とか、そういうまあスポカらしい感じになってる。競技歴。ああ、なるほど。国際教養の20点は、4技能入試。4技能入試ですね。4技能に何が使えるか発表されてるんですか？発表されてます。今のところ出てるのが、国際教養使えるのは英検、IELTS、TOEFL。おー、IELTS あるんだ。 IELTS も使えるようになると。で、その他で使えるのが小学部、小学部一般入試、英語4技能テスト利用型、なので小学部は TOEFL と英検のみ。文化構想と文っていうのが英検と TEAP も使える、そしてケンブリッジ英検も使えるっていうのがすごいですね。FCCAE、CPE 使えるんだ。なるほどね。それを使えるという風になってて、さらには GTEC CBT も使えると。普通の GTEC はダメだけど、GTEC CBT だったら使える。まあ普通の GTEC よりも全然 CBT の方が難しいです。その後に、IELTS と TOEFL IBT。これらが使えると。やっぱ変わるんですね。4技能いろいろやるんですね。それぞれを全部チェックしていくことが大事と。そうですね。はい。ただまあ今申し上げたこの3学部がまあ一番ね、こう入試スタイル変化が激しいので、受験される方はしっかりとチェックをしておいてください。で、サクッとここでも整形を言っとくと、整形が共通テスト100点分で、学部独自試験が100点分になります。はい。で、学部独自試験は120分で、国語と英語が一つに合体したようなものをやります。で、ライティングもある。そうですね、ライティングがありますね。で、共通テストっていうのが英語と。国、数、英、それから、あと、選択科目がもう一個何かっていうことで。そうですね。その選択科目は何でもいい？選択科目はね、いくつか種類があります。まあ、もちろん社会も OK ですし、確かね、理科とかも OK だったと思うんですよね。ちょっとそこの辺ね、調べておいてください。まあ、今年ね、2021シーズン。言えないんじゃん。2012ってなんだ、2012年 ?2021 シーズンを頑張る皆さんにやっぱ言いたいのは、おそらくね、皆さんの先生方、指導者の方々も、結構これだけ世の中が変わると、迷いの指導になってくると思います。で、そのことで、なんか先生を信じられなくなるとかじゃなくって、なんかね、一緒に頑張るスタンスでやる必要がありますね。構、やっぱ結構予備校の先生とかプロだから何でも知ってるんでしょうと思うかもしれないですけど、彼らがプロたりうるのはやっぱり過去のデータから基づくさまざまなエビデンスがあるからなんですよね。なんだけどそれが今までのが白紙に戻される面も多い1年になりますんで、だからとにかく一緒に頑張るっていうこと、そのスタンスを忘れずにね、こう頑張っていただけたらと思います。なるほど、よかったんじゃないですか。じゃあね、こういった形で今回は早稲田合格、はいね、早稲田一筋50年もう何年でもいいよ早稲田合格を平瀬においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。